はい、いきます清水です。本日はですね、まあ、ちょっと前に万博でメタンガスの爆発事故がありましたがこれに関しての隠蔽疑惑。 これをですねえずっとまあ一月満冊でもですね今井さんや本間さんそして私もですねなんかちょっとおかしくねっていうような話をしていましたそれはですねこちらの事故でございますでこちらの事故え万博のね会場っていうのは毎シーンが進める万博の会場というのは夢島という梅立地にありましてこの夢島という梅立地の下にはですねゴミが大量に放棄されていているわけですよで、 そういういところから、まあ、当然、メタンガスがもこもこと上がってきますで上がってきたメタンガスが工事中に着火して爆破というこういうい大惨事で怪我はなかった怪我人は誰もいなかった、えー、亡くなった人もいなかったというふうにこう言っているんですが、えー、建築エコノミストの森山さんがです、ね、このような指摘をされているんですよね。そもそもも報道時のこのこ爆発現場写真が変 爆発の中心の端っこ、外した端っこだけを写しているように見える。ひどい状況の爆心はさらに右にあるのではというふうに。これ最ものあのご指摘で、えー、この写真一番なんかやばいところが写ってないのと、この写真自体はこれ産経新聞に載った記事なんですけども、産経新聞が撮ってきた記事ではなく、万博協会が提供した写真を載せているんですよね。で、さらに気なくさいことがありまして、爆発事故が起きてから、 やっべえ爆発したーってなってまあ皆さんちょっと考えてくださいよ自分のあのえっとそうだな台所が爆発しました119番か110番どっちでもいいですしますえー、爆発に気づいて何秒後に電話しようと思いますか皆さん <laughs> えー、まあ普通ドーンおー電話 は数秒から10秒ぐらいですよね。では、本間さん万博協会は何秒後に連絡したんでしょうか？俺、何秒後ってことなの？<laughs> いや一応ど何時間後何分後でもいいです。4時間半後だったっけ？えー。そうですね。それぐらいかかってるんですよ。 でえっと1秒間はですね3600秒ありますので <laughs> えっと4時間半中とですね何秒か中とえっと1万6200秒後にすごいですね <laughs> 万博協会はドーンって爆発して、ね、1>, 1万6200秒後にあ消防署来てってこれがあの情報開示請求で分かった事実なんですよね。 これはさ何なん,なん明らかにおかしい、うん、このでかつ建築エコノミストの森山さんもご指摘されている通り爆心が本来右側だろうと、うん、おかしいだろうと。で この産経新聞の記事に万博会場ガス爆発新たな論争の火種子ども招待に待った非維新も問題視というふうに書いているんですけどもこれ要するにですね、こんな爆発事故が起きる可能性のところに大阪府が万博会期中に子どもの無料招待事業これをね、やるという話はですねノーというふうになってるわけなんですよ。 でそれはまあそうですよね事故は3月28日の会場予定地の、あのー、北西側の夢島一区内の建設中のトイレで起きて溶接作業で出た火花がで地下空間にたまったガスに引火爆発でコンクリートの床などが約100平方メートル破損した作業員にけがはなかった、ま、これが非常にきな臭い話でして。 なんか隠蔽してねえかっていうところで、えー、万博問題について元博報堂の作家の本間さんと本日も話をしていきたいと思います本間さんよろしくお願いしますよろしくお願いします市民、えー、さんからほ本日朝7時半ぐらいから仕事をして8時からずっと打ち合わせをやってでようやくお昼の撮影という感じでしてすでに疲れてる、うん という状況なんですけど昼飯食べてない昼飯食い事がないんですさっきヨーグルト1個だけ食べましたパルテのギリシャヨーグルト食べましたあなんかみんなの温かいコメントとかチャット欄の声があったら私の心が少し膨れるかもしれないからコメントチャットよろしくっていう感じなんですけどこれねやっぱりね爆発事故隠蔽したい理由わかりますよだってこうやって波紋広がるじゃないですかねうんまあこれ4時間半後に まあ、お知らせしてるってことは、うん、その間にいろいろ片付けしてたってことだよそうよどう見てるの、うん <laughs> ですかでこれなんかやっぱり結構でかい爆発音して、うん、あのー、なんか作業中のあの作業員たちも一体あえ、なんかどっかでなんかすごい爆発音がしてたけど何事だったんだって結構話題になってた。うん、あー うん、で、うんまあ本当、最初に清水さんが言った通りなんだけど、うん、まあ、こんだけの、あんだけの事故、要するに、コンクリートがもう割れて、もうあの本当にこう穴が開いたような状況になっているわけで、うんえー、バラバラになってるよね、やっぱ見るとね。うんとさ、だから本当、なんかちょろっと、いや、ちょろっと、 だけよとかいう話じゃないわけじゃんだけど、えー、まずやっぱりだからこのこの問題でとにかくやっぱり本当あのー、注視すべきなのは、うん、この爆心地をわざと外してる写真に見えるけど、うんえー、爆心地はもっとものすごい被害だったんじゃねえのっていうのがまず一つ。うん それとその、なんで消防を呼ぶのに時間がかかってんのっていう、まあ、それはだから、隠したいものがあったんじゃないいのっていうね。ちなみに、ですね、こちらあの、消防署というのは、総務省の,あの管轄の組織になるんですよね。うん、で、令和5年版救急救助の現況というところで見ますと、現場到着時間の、えー、平均時間は、全国平均で10.3分というふうになっておりまして。うん だからすぐ読んだら4時間もかかんねえからそんなまああの <laughs> つまり呼ぶのは遅かったわけだよねそうだから何かしらその間にお片付けをするなり、うん、まあもし負傷者がいたらとにかく負傷者のあの耳元でもう絶対言うなこれ絶対に人に言うなって4時間言い含めてたのかもい <laughs> 痛いよ痛い 「<laughs> か衛生兵衛生兵」みたいな感じの時に「お前ちゃんと言わないだろうなだったら救急車呼んでやる」みたいな <laughs> 言ったら救急車呼んでやんねえぞお前らをって言ってずっと吉村がずっと支えやいってたのもうさすが、まあ、にそれはないと思うんですけどさすがにねやっぱり今の世の中で、うん、そのこういった事故で被害者にさ、うん 因果を含めて黙らせておくって、うん、やっぱちょっとさすがに難しいじゃない。無<理>やっぱりちょっとちょろっとさ、うん、えーだって黙ってろって言われたから黙ってたけど100万円しかもらってないとかって言ってちょろっと SNS に書いただけでさ、うん、もうものすごいことになるわけで、はい、ただやっぱりうん怪我人がいなかったっていうのはね、うん、あのー、ちょっとよくは わかんないんだけど今のところはけが人はいなかったっていうほんまかねねなんかあのけが人ってこれ例えば軽傷者が出るだけでも大ごとなんですよこういうのってでなんかこう「痛いとかで血が出たのつつら「お前もうつぼつけ治るからおいもう一仕事行ってこい」とかって言って「大丈夫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 ,大丈夫」って言ってから消防署4時間はっくりよ <laughs> とかやってないかお前、ね、大丈夫か だってさ、うん、要するにガスが充満してたとトイレの中、うん、トイレって、うん、これトイレのたトイレ用の建物ね。うん、でねガスが充満していてなんかその溶接作業の火花に火がついて爆発したって言ってる、うん、溶接作業をしてた人間はそこにいなかったのかい, <laughs> いやそれがすごく不思議なんですよ。前あのこの動画で取最初に取り上げた時もそうですけどあの溶接作業者がこう。 こうか、うん、こうやってこうこうこういうやつでやるじゃないですか。ねねで火花ってそんな何十メートルも飛ばないでしょ。まあってことは数メートル以内にその人はいたんですよ。うん、でコンクリートが100平米ぶっ飛ぶ時にその人はどうなったの うん避けたんだ。いや。ドカーンってなってた、パ <laughs> ってこう避ける。アムロレイでも無理だよ、そんなの。無理。ニュータイプでも無理です。ニューね。ハんまーユーイジローとかだったらできるかもしれないけど、無理です。まあ、あるいはあの、あ<っ>ケンシローみたいな感じで、ホワダーって全部 <laughs> 叩き落としたとか。もう、そういうアニメとか漫画の話になってきますよ、そんなの。ないよねー。だから、 なぜその場に人がいなかったのかっていう説明がないとさ、うん、あの負、ー、傷者とか出ませんでしたっていう説明しかないわけよねであのー、えなぜ負傷者がいないで済んだのかっていうさ、うん、まあつまりねこれ結局うんとこれがこの事故って発表されたのが3月の終わりぐらいだったと思うんだけどうん、うん、その時にさ 結局、発表されて、写真1枚だけ渡されて、うん、ここです、と。うん、で、まあ、誰も怪我人いなかったんで、うん、大した事故じゃないっすって万博協会が発表したときに、うん、その万博協会に対してちゃんとツッコミを入れるメディアがいなかったっていうことだよ、うん、結局。うん、だって、そとしたら、普通写真見たときにさ、もう普通の記者だったらさ、これなんかこの写真ちょっとなんか、 全部左に寄ってますけど、右側の写真ないんですかってね。なんでないんですか、うん、それと溶接作業してて火がついたんだったら、溶接作業、それ、人間がやってたんじゃないんですか猿とか、犬とか、キジとかにやらせてたんですかってい。いや、もうそれもすごい技術ですよ、もうそんなことやってたら。<laughs> 日本の労働力不足解消のため、建設業界、人手不足だったから。そんな。普通は人だよな。 まああのー、100万歩譲ってもロボットロボットだけどさ、うん、えっととねロボットを使ってましたっていう話もないわけじゃうんうん、うん、だからちょっとやっぱりこのお話の肝はまずそこ、うん、一体なんでなぜあの被害者がいないのか、うん、っていうのが謎 なのは一つそれと、結局い、いまだになぜこの問題がこんだけ、o、を引いているかっていうと、うん、あのー、じゃあ、これ、再発防止策って何なのって聞いたときに、うん、なんか再発防止策がを施したのかって言ったら、えっ、ー、と、換気をよくします <laughs> いいよまあ 窓を開けて換気よくします。<laughs> それしかないって言ってるわけよ。そうね、であと要するにガスの濃度を常に確かめながらやりますって言ってるんだと。うん、つまりということは裏を返せばガスがたまるのは防げませんっつってるわけじゃない。放っておくとたまっちゃうんで、うん、とにかく換気しますと。窓開けてますと。暑いなら窓開けとけよっていうもうそれだけ。 えー、ちなみにですね私火花がどれぐらい散るのかというのはですね大変やっぱこういうの気になるじゃないですか。うん、というわけで引っ張り出してきたのがこちらの論文でございます。溶接火花の飛散範囲とガス着火という論文をあちょっと古いんですけどねこう見つけてきまして、うん、でこれはですねおそらくこの「安全工学会」というところの「開始安全工学」という論文がございます。うん これ開放誌があるんですよねでこれの1966年のですね、えー、号がありましてこれにおそらく載っている記事でございます。溶接火火花の飛散範囲とガス着火でこれによるとですね、えー、こういうふうに、えー「第一票作業の種類うんぬんとかねと書いてあって「なるほどなるほど」ってこういうものなんだとかっていうふうに。 まあここを細かく説明してもみんな別に何も嬉しくないと思うので <laughs> ここに書いてありますね。こののガス切断による火花の飛散距離というふうに書いてあります。で一番、ね、あの右側に書いてあるのが風速風の状態で左側に書いているのがあの板の厚さとか高さとかで作業の種類は横向きなのか下向きなのかで向かい風なのかどうなのかとかいろいろ書いてあります。うん ね、もう何でもあるね、本当に世の中にはすごいなと思うんですけども、まあ、これで見ると、ですね。まあ、ざっくりと見て、えー、数メートルから十メートルは飛散するようですね。向かい風の状態でも、八、あのー、メートルから十メートル。その分厚いそのやつをギャーってやる場合は、飛ぶみたい。 です確かこれ1966年なんであのもしかしたら今は少し改善されているかもしれないんですけどもこのしかもこれ切断の作業であって溶接とはまた違うんでねだから火花が飛ぶとしたら切断よりも溶接の方がおそらく距離は短いはずです。うんなんかそんな感じする、うん、ではもし専門家の方が見てるんだったら教えてほしいんですけどあの、うん、チャット欄に書いてほしいんですが。 そうするとやっぱりさ10メートル仮に離れたたところままで火花が飛びました <laughs> 人間はどうなったん、まあ、ちなみにあの1 0ル飛ぶ場合とかってこれぐらいヒバラ飛んでますからねガッ切断だから <laughs> これさすがに溶接でここまでヒバラ飛ばないと思うんですよ切断ってことは本当に多分こ,こういうのつけてゴーってやってたんでしょ その人はやっぱりあるな、猿だな、猿。まあそれかもしかして、この4時間半の間に、だって、ほら、すぐそこ、海だし、うん、ドラム缶もあるし、コンクリートもあるだろうから、あれ、詰めて沈めちゃった大丈夫まあ人間沈めちゃうとやっぱり分かっちゃうだろうな、<ー>作業員。あちょっと作業員もね。うん ちょっと人はやりにくいと思うのだからやっぱり猿とか。いや、それはそれで猿にやらせたって言ったらもうなんかいろんな意味で突っ込みどころ満載。<laughs> そもそも,もう猿が火花に耐えられるの <laughs> <laughs> 動物火怖がるから。怖がるからな。ちょっと難しいよな。まあだから。 はい、そのどうしてもこの問題は、一つはとにかく、本当にその現場のあれがどう見ても不自然、うん、写真も不自然だし、うんで、4時間半後に消防署を呼ぶっていう、うん、それってさ、安全管理の面からしても、どう見てもおかしいじゃん、おかしいよやっぱりさ、そういう火災事故につながりそうな時は、一刻も早く消防署消防を呼ぶっていうのが、うん、普通って、われわれあれだよね。 あのー、教育を子供の時からそう教わってるよね。まあ、<れ>教育受けなくっても爆発したらすぐに消防車呼ぶってまあ小学生でもわかる。ああ幼稚園児でもわかるんじゃないのやっぱりやばいってさ。でまずそれが大きな問題が一つだよね。うん、つまり起きたことに対する検証が。 不十分でしょっていうのが一つ。うんうん、で、さっき言いかけたけどもう一つの問題は、うん、再発防止策があってないようなもので物なんだっていうのをゲロっちゃってるわけ。窓開けて換気するして大丈夫。窓開けて換気してるから大丈夫って言ってるけど、おいおいちょっと待てと。いう話で、でなんでちょっと待てって言うと言うかっていうとこの産経の記事に書いてあるように。うん そんな危険なところにお前、小学校とか中学校の子供を引率していっていいのかっつうね、話が、うん、出てきたわけよ。うん、で、吉村は、えー、っと、なんか、えっと、結局、火気現金にするっつってんだよね。えっと、工事を違う違う。えっと、万博会場内は火気禁止にするって言ってるんだよ。うん、え、でもさ、火気禁止ってじゃあ、 あの、食い物屋はどうするんだ、食い物屋はっていうさ。うん、全部刺身。え、何その、あれ。大阪湾で取れた新鮮な、ちょっとやばそうな魚。いやいや、ちょっと大阪湾全部が汚いみたいなイメージとんのやめてもらいます。そんなことないから。うん、<laughs> ちょっと、それはひどいよ。じ <laughs> ゃ、あの周りで。あの周り。ああ、いいじゃないですか、<前>だって、黒潮市場とかあるし、水産市場とかあったはずだよ。 うん、いいいじゃないうああ瀬戸内の海も近くにあるしうんでもほら、うん、あのー、夏場だしさ、うん、生ものはやめた方がいいんじゃないのあの辺さ、まあ、爆発する爆発事故にまで、ね、ってたこ焼きやってる最中にチュドーンって爆発するのと生もんだトイレトイレって言って2億円のデザイナーストリーに駆け込んだらまあいいじゃないですか <laughs> <laughs> まあさあのー、まあもちろんねえっと 食べ物とかを作る時のあれは部外にするかもしれないけどさ。違う <laughs> 一番それが火使うところだって <laughs> ね。ね一番危険なのはそれだよね。<laughs> それそれ爆発するよもう芸術は爆発だーって岡本太郎さんがね1970年太陽の塔を作ったあの偉大な芸術家ねえ言うてましたけど芸術は爆発していいですよ。<laughs> 地面は爆発したらあかん。 <laughs> ちなみにあの、はい、さっきのねあの私ちゃんとソース見つけました安全広報の1966年の、うんえー、5の2番、えー「混合ガス爆発範囲」という記事にどうも入ってる論文っぽいですね。まあ、うんうん、だからさあのほ、ー、んきちんとした説明がないから。うん やっっぱりこういうい話がずーっと蒸しえされるわけよ、ね、でちなみにですね維新職が少ない例えば滋賀県なんかはですね、うんえー、学校行事で子どもを万博に連れていかないで安全性不安市民団体が滋賀県知事に要望というふうにこうなっていて、うんうん、まあそりゃそうなるわなまあさ、うん、そりゃもちろんね事故は起きないようにちゃんとするんだけど、うん、するんだけど さっきも言ったようにガスが漏れてくるのは防げない、うん、要するにその地中深くにこのゴミから出てくるメタンガスそのものはなくすことができないんだいやそれなくす技術があったらもうそれこそもう<な>もうすごい超革命ですよそんなのう言ったら、ね、<laughs> なんか塩とかなんとかまいときはさ出てこねえかっつったらそういうわけにはいかない戦前ヤ大和にはコスモクリーナーというのがありましたけどメタンガスクリーナーというのをイスカンダルは取りに行きましょう なおこねからだれしたっけ、あれ。えっと。青く十四万八千。十四万八千光年。光年片道十四万八千光年。行ってらっしゃい。石井と吉村さん、いってらっしゃい。もう二度と戻ってこなくていいぞ。石川ってあるからね、あの波動エンジンの設計図とか来てないんで。あの、なんだ、何でいけんじゃ、泳いでいくのか。<laughs> あのボイジャーに乗って。ボイジャーも四十五、五 <laughs> 年間もう、米欧製の外ぐらいまでいってますが、無理です。 <laughs> ボイジャーでイスカンダルまで行くのは多分宇宙が崩壊するぐらいまで時間かけてもイスカンダルなくなってるよ銀河の中心ああ数万年かかるだろうね数万年じゃないぞお前さん片道40 14万8000光年っていうのは光の速さで14万8000光年か,14万8でかかるんですよ <laughs> ボイジャーのスピードちょっと分かんないけど速いよ進化するよりは速いよ たいいじゃないかそれでその間で吉村年取らなきゃさあ,あそうね,ね、うん、いいんじゃないの <laughs> あの永遠に若くてさまあちょっと一人だけで乗ってると <laughs> <も>帰ってくる頃には、ね、地球なくなってますよもう地球どころが太陽系なくなってるよもうタジノどうしたって <laughs> いやタジノどうしたってこうやって。 あま、だからさ<る>とにかくそのメタンガスの発生は抑えられない。うん、でだからその万博期間中も気をつけますって <laughs> 言ってるだけだからそれは万が一っていうことは、うん、万が一の危険性っていうのは取り除けてないんだよね、うん、これ結、うん、さ、うん あのー、親たちがさ、うんえっと、学校で参加させるのはやめてくれっていうのは、うん、まあ当たり前だよねそんなのね万が一何かあったら嫌だっていうのはさでさらに、まあ、あの別の動画で細かく撮ってもいいんですがまずモーションの対策、うん、できておりません、うん、何より恐ろしいのは埋め立て地で開催する超巨大イベントで2,000何百万人来る予定なのに地震が起きた時の 災害避難計画が立てられてないっていううんどうずんうっと言われてるわけよどうすんだってでこれねてられてなんで立てられないんですよそうだよ立てられないんだよだってえ地震が起きたらどうなんのいやもう、まあ、沈むし橋も落ちるし無理かなっていうえじゃあそんな危険なところに呼ぶんですかっていうことになるから避難計画は最後まで検討中うん んそうなだよ空飛ぶ車100万台で救出するとかんか言うのかな。ね一応さプロトタイプでも何でもいいから飛ばせととりあえずっていう話にすがるみたいな結局橋は1本しかないしさ道路は2本しかないわけで避難計画なんか立てられるはずがないだろうっていうそんなの誰が見たって明らかなのに。 今検討中です今検討中ですって言っているその上に爆発する危険性もあるというね。うん、うん、それが乗っかってきたんで、うん、これはもうなかなかやっぱり相当厳しいよね。うん、だからもうその辺りはねぐっちゃって「うん、大丈夫!」って言って突進するんだけどさ今更やめられないって、まあ、いつものやつで。 これは本当。だからあれだよね。関係者、万博関係者のあれで、万博期間中、とにかく南海トラフとか含めて地震とか津波が来ないことをただ祈るしかないっていう。それだけ。いや、あの、最後は祈る長ビラブツ まあでも南無阿弥陀仏って言ったら、なんか起きた後に、なんかもう祈りってる感じがするから阿弥は起きた後じゃないの <laughs> なんだっけあの草ら三百三歩台。あの草ら三百三歩,だ <laughs> 散歩だいって、あれまあ、あの、ね、あの関西はいろんなものがありますよ。まあ、比叡山がまずございますし、で、であとは荒野山もございますし、まあ、霊剣新たかなところ全部で、でもうみんなで小畑業とかやって。うん。 一番いいところあるじゃん。どこでやったあれ。あれ何あれ。あの。リングの上にさ。うん、高野さんとか比叡さんから坊主千人ぐらい引っ張ってきてさ。<laughs> ずっとその上で、こうやって、こうさ、あの。大谷さんって。<laughs> それは迫力あるよね。迫力あるし。<laughs> まあ、あの、もう、おジャパニーズファンタジーっていう感じで。 もうあの外国人観光客もものすごく喜ぶと。うん、ねなんとかの守護者っていう感じでさ、うん、いいじゃないかまあただえっ、ー、とすごいマジレスするとじゃあ宗教団体が維新の味方なのかっちゅうと全くそうではございませんのでうどちらかというとねああいうのは自民党寄りなところもございますしあるいはもう無視してるところもありますから、うん、ちょっと無理なんじゃない だって坊さんたち暇なろうどうせ1000人ぐらい集まるだろういや坊さんはもしかすると関東では暇なのかもしれないんですけど、えっと、関西地方ではリアルに結構生活に根差して坊さんいまだに働いておりますのでそう <laughs> はいあの、えっと、ー見習い小坊主ぐらいだったらまあこの際いいよ別に階級は問わない階級は問わない<の> <laughs> あのなんか坊さんっぽくってさ、うん、毛坂なんかかぶって、うん、ずっとこうなんか「にゃらにゃらにゃらうゃにゃら」ってやってて、うん、それでほら上登ってきた人にお伏せもらうのにこのお皿を置いてってチャリンチャリンって。だいぶいろいろ混ざってるね。 <laughs> だいぶいろいろ混ざってますけど、まあ、あのー、大問題としてあるのは、大屋根リングの上で坊さんたち全員熱中症で倒れると、<laughs> そういうところか <laughs>。まあ、倒れるだろうね。<laughs> そんなの、ごまたき業、そんなところ、暑いし、上から照らされて大変なことになるよ。<laughs> まあ、倒れるだろうね。あげくど果てにごまたき業で風通しいいから、煙いし、火は立ちるし、大変だよ。<laughs> まあ、というわけで。まあ もうそんないしか解決策ないといやほんとねあの祈るしかないってだって関係者が言ってるわけでさはいねえあのー、またほらいいどうせさつけ焼き場のいい加減なねあのー、いや地震が来たらみんなで逃げるってでだからどこへどうやって逃げんだよって言うと <laughs> それはその時の風向きで考えるとか連を変に逃げよ 計画ちわえんと思うけど本当に多分立てられないんだと思うよまあそうでしょうねあのー、多分発表した瞬間にみんなに黒だたきにされるようなレベルのものしか考えられないから未だに発表してないっていうさうでそこに新たに難題としてこのメタンガス問題が乗っかってきてはい でえー、とそれも、いや、だから換気してるから大丈夫ですけども。無理でしょう。ね言いながら牡蠣を現金にするって。うん、これ、そうだよね。だから、他の海外パビリオンとかでも飯を出すって言ってるところいっぱいあるわけだ。自分の国の料理出しますって。うん、まあ、この辺が一番危険だよね。牡蠣、うん、現金とか言ってさ、絶対窓開けろとか言ったって。うん 多分ん、ろくにやらないところもいっぱい出てくるだろうからね、うん。まあ中わけで,です、ねあの、もうこれちょっと維新の万博、大事故につながらないことを祈ると、で先ほど紹介した論文は非常にえっと古いものでしたけども、これ、あの京都市のあの溶接溶,溶断溶接作業現場での出火防止というのでいくと、ですね、えー、火花の飛散距離、やはり5メートルから10メートルと。うん で令和2年4月29日に韓国の新築工事中であった倉庫で完成間近に溶接火花による火災が発生38人がお亡くなりになったと国内でも平成30年に東京・多摩市に新築工事中の事務所ビルで溶断切断中に発生した火災で5人がお亡くなりになったっていうのがあるのでもうやっぱりメメートル10メートトルルらいい飛ぶみたでも5メートル10メートル先でコンクリートを100平米。 ぶっ飛ばす爆発事故100平米っていうと正方形だと1 0 1 0メ1 0ルじゃないですかその中にその場絶対いたんでしょこの集合ってやってる人ねあ<え>もうあとはケンシロウみたいにこう飛んできたら「あたたたたたたたって落とせた人だったっていう説明を万博協会するんですかねうんそれしかないねっ、ね もうこの際それしかない <laughs> それか火の玉あのあれだ人玉人玉がなんかふァんふァんふァんっていって爆発しちゃったんですと。人玉 <laughs> なるほど音量渦巻くお夢島でございますのでつわものどもが夢のあとということでね。 あの難波急の頃の呪いとか天皇のいさかいとかいろいろありましたからあの辺りが夢島に埋まっててで火ついたそ<う>ああ余計行きとうよあんなところ <laughs> たたりや <laughs> だかからさおというわけでこの本当にこの大阪万博のこれ,これ一つとってもやっぱりおかしい。 というわけで本間さんとも動画を撮らせていただきましたけどもちゃんとちゃんとした納得いく説明がねあの必要ですよねというわけで、うんえー、今日も読書ということでチャンネル登録といいねよろしくじゃあねはい今日もありがとうございます電通と戦う本間龍さんはですね、えー、なかなかメディアラジオいろんなところに呼ばれないんですね で、本も広告がされません。皆様のンパがないと続けていくことができません。今日も読書と本間さんと言いたいので、ぜひ、本間さんの本を買ったり、カンパよろしくお願いします。現金も、クレジットカードもどっちも対応します。よろしく、今日も読書。それでは。